はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきたいと思います。ですねえ、前回ですね、はどこだったっけ。そうですね、ダイハード富士見相手に結構ダイハード富士見に苦戦させられたんですが、なんとかシーソーゲームの末、最後は逆転で勝つことができました。佐世保ドックスについて2連勝ですね。そこで富山ミラージオ戦ですね。富山ミラージオ2位ですね。佐世保ドックスが今首位、まあ首位に勝ってますからね。というわけで3位、得失点差で3位ですね。3勝2敗2引き分け、こうなっております。ゴール数はくるみがやっぱり抜け出てるけど、他はそれなりの成績ですね。それからアシストは緑が3回ですが、この伊藤咲っていうのが相当いいみたいです。アシスト数早くも開幕したばっかりなので7上げてチャンスメーカーに選ばれてますね。もうアタッカーですかね、緑は。まあ試合やっていきましょう。実はですね、前回の動画の後に、修行と言いますか、特訓やっております。ミオにしよう。こんな感じ。キーパーは、1人解雇して2人になったんですよね。今回、夏木を起用します。奈々子は一周休ませましょう。こんなメンツ。試合開始です。今回もフォームですね。なので、まあ、順位は下なのですが、勝率は上回っています。さあ、早くもピンチと思ったんですが、ここは総力で回り込みました。さあ、代打、くるみだ！入った、先取点！いやー、幸先をいいスタートを切りましたね。ナイスですとしか言いようがないです。さあ、こちらは、あと、これはオフサイドだ。おっと、ファール。さて、北
千歳がキープした。あ、これファールなんですか。おっと、イエローだ。相手の富山宮城、小蛭巻、イエロー。さあ、くるみが上げた。センタリングはず、ああ。外に出ます。深澤か。おっと、ちょっと気をつけないといけないが、助かりました、ここは。サウをバックで上げて、あーっと。うまい、窓か。サウを縦パス。これはノーホイッスル。ファールかな？あーっと！イエロー取られた。窓かがイエローですね。これは。危ない。さあ、くるみが抜けたが、その後は続かなかった。くるみはすぐ取りに行きます。おっと、くるみちょっと痛がってるぞ。大丈夫か。ただ立ち上がりましたが、ちょっと防戦になり始めてる感じがありますね。出た。おっと、疑惑のイン。彩香が、それを美穂が、シュート。おっと、ショートコーナー。さよ、ショートコーナーはちょっと疑問ですね。さて、エスミとチェンジしましょう。ここはもう思い切って。あんまりみんな疲れてないですね、その割には。さあ、後半開始です。本当と耐えた。アマディオが結構いいスピードを切ってる。さあ、ここは警戒。おっと、夏希がキャッチ。キャッチですね。さて、疲れてるよ。ここはカルベを、に変えましょう。で、美穂かさよかですが、萌え、菊池を、に変えまして、彩香と入れ替えます。と捉えましたね。これはファール。くるみ、しかし動き回り、一人で動き回りますね。すごいな。あっと、右が逸れたか。ちょっと危ない。おっと、夏希がいました、そこには。おっと、縦パスだ？おっと。防がれた。おっと、それをくるみが。それは、あっと、苦し紛れに出しましたね。ボールをキープします。
おっと、これはの、ノーホイッスル。サパスマシン入ります。とっと、ここにクルミが待ってたよ。2点目。これは大きな2点目。決定的でしょう。ワンツーから千歳がこのいいセンタリングを上げて、そこに待ってたくるみが決めました。決定的な2点目。ほとんどもう動けない状態かな、さえは。おっと、1点差に追いつかれました。力を抜い、特に失点差もあるので、最後まで力を抜けちゃいけませんよね。あ、まあ、試合終了しましたが、完封したかったところです。前半ナウ、いきなりですね、藤原がこの縦パス、くるみがうまく合わせました。タマミラジオも、ここは守備は硬かった。クルミなんですが、これは右にそれました。そしてまたクルミやチャンス。縦に足、これ、あーと思ったんですが、うまくタイトルが。決まらない。しかし、ここは、千歳が、このプレイ。最後の最後でこの1点は、ちょっと油断しすぎたかな。シュート放送、こちらが優勢。まあ、イエローをいただいたのは気になりはなりますが、はい、おっと、なんと左右から、藤原が試合中に怪我をしました。打撲で2週間戦列を離れますということで、怪我が、をやってしまいました。そして、チームは、ピーター・ローズとの得失点差で2位に、上がりました。さあ、私、このままの勢いでいけるかどうかですよね。さあ、どうでしょう。おっと、入団5位。なかなかいい選手ですね。イーダビスタから。もちろん契約します。チーム編成見てみましょう。藤原ってどんな選手だったっけ？なかなか。
はい、女子選手はいないですね。というわけで、チームの、編成を見てみましょう。藤原怪我で離れて、もののミッドフィルダーに新しく、サチコが加わってきました。イーダビスタではなかなかのあのゴールを上げててるタイプなので、ちょっと、ハートが気になりますが、活躍してくれるんじゃないかなと思います。一番年俸が高い選手なのか。まあ、お金をはたいただけの活躍はしてほしいと、思いますね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数、を増やして1000人を目指しております。この動画下のタイトル右側にあるチャンネル登録ボタンを押していただけましたら登録できますので、このチャンネルの繁栄のためによろしくお願いいたします。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。その他、高評価、コメント、この動画の SNS などへの拡散も歓迎しております。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。